ウィーホワイト、ウィーブラック、ウィーレッド。はい、今回はウィーなんですが、カラーがちょっと違うと。おう、水色ですね、ライトブルー。このライトブルーのウィーリモコンは日本でも出てますが、本体カラーがライトブルー、水色なんですね。まあこんなカラーのウィーなんですけども、とりあえず欧州、ヨーロッパで出ました。2011年10月ですね。2012年には北米でも発売開始。裏側のパッケージはこんな感じで、ヌンチャクもライトブルーなんですね。完全にライトブルー。では開けてみたいと思いますけども、残念ながらね、日本国内での発売はありませんでしたね。1番と2番、これ箱が逆ですね。ちなみにこの箱、あ、これはまた Wii スポーツですね、またちょっと違うソフトが欲しい。この辺はマニュアル関連ですね。これ結構分厚いですね。ブワッと英語が書いてありますけども、まあわかるでしょうと。 AC アダプターですね。こちらはアメリカ版になってますね、 USA。 ちょっとこの辺の形が違うんですけども、いよいよ本体の方ですけども、まずはヌンチャク、ヌンチャクですね。全く同じ大きさです。アメリカ版だからといって巨大リモコンというわけではないようですね。まあそりゃそうですね。いよいよ本体です。いや、その前にセンサーバー、全く国内版と同じ。いよいよウィー本体ですが、形はですね、日本国内と同じですね。特に変化はないですね。カラーだけ違いますけども、あれ、ちょっと違和感が。違和感の正体は後ほどということで、まずは AC アダプターですね。まあパッと見同じなんですが、まあ当然ね、電圧とかも違うので細かいところでは違いますけども、まあ形は一緒ですね。あ、日本版はシールが貼ってあるのに対して、アメリカ版はシールではなくて、何でしょう、プラスチックにですね、直接こう金型から書いちゃったのかな。こちら日本版です。ジャパンのマーク JPN ですけども、こちら側が USA って書いてありますね。型番は一緒ですけども、あとはやはり入力電圧がまあ違いますね。日本は 100V なのに対して、アメリカは 120V ですね。アウトプットは一緒です。12V、3.7A。まあ本体が同じものですので、まあこの辺は同じかなと思いますけども。それ以外は特にね、違いはないんですが、あとはですね、コンセントの部分。まあ海外のものを購入したことがある人はわかるかもしれませんが、2本のこのとんがった突起物、形が違いますね。アメリカ版、片方太いんですよね。日本版はですね、両方とも同じ太さというのか、同じものです。まあだからなんだということなんですけども、まあ細かいところが気になってしまう僕の悪い癖という、どっかの聞いたことがあるセリフですけども、まあそんなところですね。リモコン、これはモーションプラス内蔵型ですね。型番が書いてあります。036になってますけども、モーションプラス内蔵型です。あとはヌンチャク。ヌンチャクはですね、色が違うだけで、あの型番004なので同じですね。まあこんな感じで持ってプレイすると、プレイスタイルも変わりません。で、次がセンサーバーですね。ぐるぐる巻きになってますけども、センサーバーです。これははっきり言って世界共通ですね。型番も014なので同じです。ちょっとボケてますね。よいしょと、焦点合いましたかな。こんな感じです。最後 AV ケーブルですね。これもまあ共通ですね。 Wii 専用になってます。009ですね。さあ、水色 Wii の本体ですが、ボタン配置一緒ですね。電源、リセット、
Wii のロゴ、イジェクトですね、パカッと開けるとシンクボタンと SD カードスロットといった感じですね。天板というのかな、特に変化ないですね。 ATI のロゴが入ってます。こちら側ちょっとボケてますね。重要な事項なんですが、お、焦点合いました。お、なんと型番が101になってます。ということは廉価版かな。あ、アメリカなのに日本語が書いてある。擬的ですね。擬的にちゃんと対応しているよというのが書いてあります。なんと101ですね。101ということは廉価版である確率が非常に高いんですけども、なるほど、ついに Wii も廉価版の登場ですね。こちら側同じですね。USB2 機に各種コネクタ挿すところ、で先ほどの違和感とは何かというとですね、こちら側ですね、もろ正面なんですけども、どうでしょうか。なんか自分の持ってる Wii と微妙に違うといったところが分かった人いるかなということなんですけども、同じじゃないという人と、あ、違うと気づいた人いるかもしれませんが、ちょっと日本国内版の Wii を置いてみますけども、ほら、ちょっとこんな感じですけども、違いますね。ロゴ位置が違うのと同時に、文字とアイコンがすべて水色、 Wii は横向きになっちゃってる。日本版はすべて縦にした時にちゃんと正面になるようになってると思うんですけども、水色 Wii はなんと横ですね。文字がアイコンが、で日本国内版はとりあえず縦置き可能なんですけども、水色 Wii は横置き推奨といった感じですね。さっきあのパッケージに入っていたのを見た時に、あのスタンドがついてませんでしたよね。スタンドがなかった。じゃあ立てちゃいけないのかっていうと、ちゃんとねゴム足はついてます。ゴム足がついてますので、こうやって置くことは可能ですね。ただしスタンドはついていませんので、まあちょっとコロンとすぐ倒れそうではありますけども、立てても問題はなさそうです。こいつまあ持ってると思うので、この上に乗っけてあげれば特に問題なく立てることも可能ですかね。まあジャンク品でも100円ぐらいで転がってますしガシャッとこのようにはめてあげれば縦置き水色 Wii の完成です。なんかやっぱこう斜めってるのかっこいいですね。ただし文字は当然90度回転したままです。せっかく Wii ファミリーが揃ったので、あの他のねカラーを読んでみたいと思いますけども、一番最初に出たホワイトで、少し経ってから登場したのがこのブラックですね。ブラックは結構反射します。まあその後ですね、赤、水色となるんですが、おそらく純金がありますよね。ゴールド、世界に3台しかないというゴールデンウィーですけども、そんなものここにあるわけがないのでまあとりあえず3色ですね。いや4色か4色ですね。まあやっぱ水色だけロゴが90度回転しちゃってますね。ただしボディはですね、全く同じ大きさです。同じ大きさ。重さはですね、ちょっとさっき触った感じ少し軽く感じましたけども、ちょっとあくまでも感触ですので、ちょっと測ってみたいと思います。今ちょっと測りを準備してますので、ですね、 OK です。はい、あ、やっぱ白 Wii の方がですね重たいですね。ただまあそんなに変わるかっていうと 60g ぐらいですかね。でもやはりちょっと重さが違うということは、中身がどうでしょう、減らされているとか部品が減っているとか、そういう可能性がありますね。
やはり廉価版なんでしょうか。ちょっとその辺はですね、あと1日か2日後に配信になると思いますけども、今までの Wii とどの辺が違うかをチェックしていきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。水色 Wii でしたけども、単なるカラーバリエーションなのかというと、ちょっと実は違くて、型番が違う通り、任天堂伝統の廉価版なんでしょうか。その辺は次回チェックですけども、まあお約束のガンダムカラーに合わせていますが、深い意味は全くありません。もともと水色 Wii はですね、マリオ&ソニックロンドンオリンピック編の中に入っていたマシンなんですが、正式名称は Wii ファミリーエディションです。あれ、ここ開かない、どういうこと。ではまた。速報、スイッチに VR、 任天堂ラボに新展開。任天堂ダイレクトでは全く触れることがありませんでしたが、こんな VR です。ダンボールですねすごいですね。これどんな世界が見えるんでしょうか。ダンボールで額につけるのはちょっと自信がないな他にもこんな VR ができるよというのが書いてあります。 VR ゴーグル、バズーカ来たカメラ、ゾウさん、これはなんだ、鳥